はい、今回はですね、港慎二、が今どうしているのかということと、あと、まあ、両親がね、まあ、共産党員という、まあ、そういうことについてちょっとお話していきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。まあ、リスナー様が、ご存知、まあ、僕もですけど、思うね、この1989年に起こった女子高生コンクリート事件という、もう本当、日本の歴史の中でもね、類を見ない、まあ、犯罪、犯人たちの鬼畜さ、まあ、人間のやることではないと思うような、そういう犯罪を、まあ、犯した、まあ、この事件っていうのはね、まあ、今回はちょっと、そこまで、その内容ではないんですけど、まあまあ、本当ひどいんですよね、本当に。正確な人数はわからないですけど、100人ぐらいがね、関与してるとかっていうのも言われていて、まあ、主に、まあ、主犯が4人なんですけど、まあその主犯の4人がね、まあ本当に女子高生の女の子にね、ひどいことをして、うん、で結局、少年法で、まあ裁かれたっていう話でね、本当もう、話を聞いたりもするだけでもね、もう目を背けたくなるような、そういう事件なんですよ。で、まあ、今回は、まあ、そのね、女子高生コンクリート事件の、まあ、犯人、4人のうちの一人である、まあ、この港慎二っていう、まあ、人間が、まあ、今どうしているのかっていうことでね、この人物、事件を再び起こしたんですけど、まあ、そのことについてね、触れられていないとかって、そこにもなんか謎があるっていう、そういうようなことを、まあ、ちょっとそこら辺を中心に今回お話していきますので、まあ、よろしくお願いいたします。うん、このね、港慎二の、まあ、親ね、まあ、両親がこれ共産党員っていうことが分かっていて、これがね、まあ、昔っていうか、この事件の当時から、とても注目っていうか、悪い意味で、されてるんですよ。うん。一体どういうことかっていうと、港慎二の、まあ、父親が共産党員、で、母親は、その父親が共産党員に診療所をやってたんですけど、母親はそこの看護師をしていたっていうことですね。で、この女子高生コンクリート事件っていうのは、まあ途中までね、この港慎二の家の、まあ、2階に、この女子高生の、人をね、まあ、監禁していたっていう、まあ、そういう事件なんですけど、まあ、どこまでかわからないですけど、この港慎二の両親は、この女子高生が家にいることを知っていたっていうことも言われてるんですよ。で、知ってたけど通報していなかったっていうこと。で、これね、何がね、問題かっていうと、この港慎二の両親が、この共産党員だったっていうようなことで、警察がね、家宅捜査入ろうとしても、弁護士をつけるとか、そんな話になって、捜査が遅れたんですよね。だから、これもしそういうことがなかったら、この女子高生コンクリート事件で、被害者になった女子高生の方がね、展開が違ったんじゃないかって思われる、本当に悔しいところなんですよね。本当。で、まあ、まあ、そういうことが、まあ、ある。この港慎二の、まあ、両親、親が、まあ、共産党員だったっていうこと。でまあね、本当、まあ、皆さんも思うし、まあ、僕も思うんですけど、うん、なんていうのかな、まあそのまあ、数人ですよね。で、まあ、本当女の子にね、考えられないような暴行とか、もう表現できないようなひどいことをして、まあ、結局、それで丸して、で、まあ、最後コンクリートに詰めてっていうようなことをしたんですけれども、そういうね、もう人間とは思えない、もう本当鬼畜なことをやったにもかかわらず、この港慎二っていうのはね、まあ、少年法が適用されて、まあ、5年から9年で出てきてるわけですよ。うん。そんなおかしいことってあるのかなっていうことを本当思うわけですよ。そして、まあ、その後もね、まあ、港慎二っていうのは、まあ、出所後に、まあ、いろんなことをしてたということは言われてるんですけれども、つい最近ですけどね、まあ、また、まあ、問題を起こしたんですよ。2018年に。そのことについてお話ししていきますね。コンクリ事件の犯人であるね、港慎二が2018年ね、埼玉県川口市で起こした事件についてっていうこと。港慎二が埼玉県の川口市で事件を、まあ、起こしたんですよ。ことの事件のね、まあ、きっかけっていうのは、きっかけっていうか要因っていうのは、まあ、駐車場でね、目が合って合わないっていうような話から、港慎二が、まあ、この二人組の男性と喧嘩になって、まあ、警棒で殴ってね、ナイフで刺したっていうこと。まあこれそもそもおかしいんですけど、なんでナイフ持ってんのかっていうのが疑問ですよね。で、もしね、そのナイフの、刺した位置がちょっとずれていたら、被害に遭った方が亡くなってたかもしれないっていう、極めて、危ない事件なんですよ。で、まあこの事件というのは、まあ、この、
埼玉県川口市の事件というのはいろいろ言われてるんですけど、まあ、湊慎二っていうのは、ナイフを、で、刺した後ね、ナイフを拭き取ってるんで、まあ、証拠隠滅を図ってるとも取れますよね。だつまりこの湊慎二っていうのは、この、埼玉県川口市の事件で確信犯なんですよ。にもかかわらず、まあ、おかしいことを言い出したわけですよね、裁判で。そのことについてね、お話していきます。まあ、事件後の裁判で、湊慎二被告、あるいは、湊慎二、まあ、容疑者がね、まあ、全く、まあ、反省していないと、まあ、現在も全く反省していないのではないかと、そういう話、そういうことについてお話していきます。うん、港慎二は、この埼玉県川口市の事件でね、まあ、反省していないっていうことが、まあ、言われてるんですよ。それはなんでかって言ったら、裁判官にね、何かしらいちいち言い返したりとか、全く反省していない。あとはですね、まあ、途中から無罪であるんじゃないかとかっていうようなことを言い出したりとかして、全くこの裁判の様子で、反省の色が見えないっていうこと。だつまり全然反省してないっていうことですよね。これ女子高生コンクリート事件の時から。で、結局、こういうなんか港慎二が自分が無罪であるとかってそういうことを言い出して、そこからこの裁判が長引いて、まあ、今現在もねまだこの湊慎二はこの事件で裁判をしてるんじゃないかっていうことが言われている。明確な情報がないんでわからないんですけれども、ここに関しては、うん、まあ、だから全然反省、してないよなっていうことを思いますよね。うん、だからもうやっぱり、まあ、罪が軽すぎるんですよね、この少年法とかっていうようなことで。だからそれでまた社会に出てきてまた犯罪を犯したっていうことで、ちょっとね、今回これを取り上げた一つっていうか、まあ、疑問に思うところがあるんですけど、この川口事件ね、湊慎二が起こした川口事件では、なぜコンクリート事件の犯人であると、湊慎二は報道されないのかって、これ本当にマスコミのあり方っていうか、まあ、この事件の裏なのかもしれないんですけど、ここが本当に大きく問われるっていうか疑問視が出るんですけど、この湊慎二が起こした川口の事件ですけど、最初ね、まず実名もまあ報道されないと。で、その後ね、まあ、湊慎二っていうことが分かったんですけれども、実名を報道してね、この湊慎二っていう人間が過去に女子高生コンクリ事件の犯人の一人犯人であるということを報道しなかったんですよ。これなんで報道しないのかっていう話ですよね。コンクリート事件の時は少年法とかって言ってね、で、今回わかんないけど加害者の人権とかって言って、マスコミがね、報道しないっていうこと、これっていうのは全くもっての謎で、まあ、これに関しては、まあ、ちょっとね、なんていうのかな、確証がないので、まあ、僕もそうね、確証がないことをあんまりそうやって言うのは、あれなんで、ちょっと発言を控えるところはありますけど、まあ、この一つがね、うん、まあ、この湊慎二の、まあ、両親が、まあ、共産党員だったっていう、まあ、その、まあ、何かしらの圧力が関与してるんじゃないかっていうようなことが言われてる。あとはね、まあ、この女子高生コンクリート事件の起こった時からね、一部の人たちの間で言われていて、まあ、僕もそうかなとかって思うんですけど、まあ、この事件には共犯がいるんじゃないかっていうことを言われてるわけですよ。うん、で、まあ、全くね、反省していないと。うん、1989年の女子高生コンクリート事件の時から人間とは思えない鬼畜な犯行をして、女子高生の尊い命を奪って、丸下全く反省してない。そしてこの2018年に、ね、出てきて川口でまた問題を起こして裁判でね、意味のわからないことを言ってるって、もうね、まあ、こういう言い方は良くないかわからないですけど、加害者の人権とかってよく言いますけど、まあ、加害者の人権がどうとかいつも思うんですけど、これね、女子高生コンクリート事件の被害者の人権はどこへ行くんだっていう話ですよね。うん、本当に全く今回のこれで反省していないってことは思いますよね。だから結局、女子高生コンクリート事件の時はね、まあ、少年法で、まあ、罪が軽くなって、今回もね、今回はもう大人ですから、2018年の時はもう40代なんとかっていうことが分かってるね。加害者の人権とかって、日本っていうのはいつまで加害者の人権とかそういったことを言ってんだっていう話ですよね。本当に、まあ、この事件っていうのは、まあ、謎が多い。まあ、おそらくですけど、マスコミが報道しないっていう不可解もありますけど、それっていうのは、まあ、多分後ろに何かがあるから報道しないんでしょうけど、本当ね、まあ、リスナー様 もう知ってらっしゃるかとかって思うし、僕も思うんですけど、これ本当に少年法っていうものを見直した方が絶対にいいと思うんですよね。言葉は悪いですけど、まあ、少年っていうか、まあ、クソガキがね、法律を逆手に取って、まあ、自分は未成年だからどことかって言って、法律をなんか舐めてるから、で、本当は、まあ、こういう、例えば少年法とかっていうのは、本当にね、困った人のためにある法律の、
はずなんですよ。だからこういう鬼畜な犯人、もう人間とは思えない、そういうような人間が罪を犯して、それで罪を軽くして社会に出てくるとか、人権がどうとかってそういう話ではないんですけど、一向に多分良くなってる気配を感じないんでね、これ少年法とかって言って、だから今回のこの、問題っていうのは、湊慎二は、女子高生コンクリート事件の後にも反省していないということで、それっていうのはもうおかしいし、っていうか、もともと言えば、女子高生コンクリート事件みたいなことをする鬼畜だからね、反省も減ったぐれも多分ないんですよ。普通に考えたら、反省とかしないから、反省する必要がないから、もともと普通の人はそういうことをしないから、もうその時点で頭がいかれてるんですよ。で、反省したかっていうかと思いきや、全く反省してないわけじゃないですか。だから反省しないんですよ。でそういうことをもっと分かって、法律面から考えた方がいいんじゃないかということを思います。でこの、川口事件でなぜコンクリート事件の犯人を報道されないのかって、これっていうのは一つは共産党の力が関係してるっていうことが考えられる。あとはこのね、女子高生コンクリート事件の当時1989年からいろんなことが言われていて、後ろに共犯がいるんじゃないかっていう、黒幕がいるんじゃないかっていうような話、簡単に言うとね、女子高生コンクリート事件で、女子高生を、コンクリートに詰めた、そのコンクリートをね、要するに少年たち運べないんですよ。とてもじゃないけど重くて、未成年だからね。で、だけど、それっていうのをね、そういうふうにして、要するに、遺体をそのようにしたっていうことは、これっていうのは誰かが他のやつは手伝ったんじゃないかって、で、そのことも結局追及されていないんで、だから事件の内容っていうのもね、謎が残る、今でもそうだし、本当このね、女子高生の方が本当に辛い思いして亡くなっていったっていうこともそうだし、この湊慎二っていうのは今回ね、事件を起こしてるっていうのもそうなんでね、これ、主犯として上がってるの確か4人いるんですけど、4人中3人が再犯をしてるんですよね、出所してから。全く反省してねえじゃないかっていうような話だと思うんで、そういうことをちょっとね、思ったんで、今回ね、この、湊慎二っていう、人物、この女子高生コンクリート事件のこととね、あとはこの両親が共産党員ということと、その後にこの川口事件っていうのを起こして、今どうしているのかっていうことについて、ちょっとお話ししてみましたっていうことで、今回の成功で終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。